はい、こんにちは、ペーストでございます。信長の野望天道、間違いがなければ今回で250回目という形になります。いつもご視聴いただき本当にね、ありがとうございます。だいぶねちょっとダラダラやってたおかげでね、もう年次がもう1595年までいっちゃいましたけどね、なんとか1600年ぐらいまでには終わりたいけど、ちょっと厳しいかな。まだまだ城の数たくさんありますけどね、まあ、九州さえ抑えればね、舞台全部こっちに向けられるんで、まあそんなに苦労しないとは思ってるんですけどね、まだまだここにね、50万の城がありますしねまあ武田軍との長い戦いは続きそうですけどね。とりあえず、今回は九州を抑えるためにここの2つの城をね、分取っていきたいかなというところですね。で、村中城もね、物資等まだまだ残してますんで、ちょっと武田軍とね、今あと残り5ヶ月、停戦が5ヶ月あるんで、その間にね、ちょっとやりくりしていきたいと思います。では、進めていきましょう。で、村中城にちょっと移動が3人させているんで、その メンバーがね、終わりましたらさあ行きましょうか。こっちからやった方がいいかな。これ三条でいいんですよね。三条城まあ舌噛みそうですけどね、私承知、滑舌があまりよろしくありませんのでね、いつもちょっとお聞き苦しい点はね、だいぶ重々は承知してるんですけどね、あるとは思いますけど、さあ行きましょうか。そこで落ちてくれればいいけどね。で、村中城にメンバーが、お、あ、着いたね。じゃあそこで修復。早いとは思うんですけどね。お味方が城内に突入しました。足の巣にせよ。続け。おのれ、敵城を制圧しました。敵城を捕獲した。よしよし、行きましょう。この勢いで、あー、そっか、病気になっちゃってるんだね、何人か騎馬隊のメンバーがね。となれば、足軽のメンバーで、あ、弓タイムあるから、あ、弓タイム1部隊が使えないのか。じゃあもう、弓強化はある方がいいんでね。大村城攻めを敢行しちゃいましょう。かしこまりました。ここ抑えちゃえばね。承知いたした。承知いたした。あ、待てよ。前進。一瞬止めましょう。行け行け。ちょっと騎馬のメンバー誰か呼んできましょう。
ああ、弓の上手な人がいないんだね。まあこれはしょうがないか。ちょっと硬いからね、城が。さあ、到着したかな。あ、まだだ。柴田さん着いたね。では行きましょう。さあ、1回の収録で、お、よしよしよし、いけた、できた。うん、で、剣士さんも入場。承知。で、松浦さんも。お任せを。で、ここ何人残し1人か。ゆずき病に、うん、あげとけばね、裏切られることもないでしょうから。で、柳川の照本さん、うん、弓だからこの三条に行かせましょう。あら、斜めになった勝手に。こんな感じかな。時たまね、勝手に動くんですよね。気持ち悪いね。さあ、まだ、10分ぐらいあるんでね。さあ、行きましょうか。皆さんお揃いになりましたんで。承知いたした。かしこまりました。お任せあれ。はっ。敵部隊壊滅しました。我らを恐れるがよい。皆の者、今こそ決戦の時。
まさかげさんが亡くなった。浦上さんもだ。はっちゃんが病気になった。もうちょっとごめんなさい、上からにしますね。さあこれで進めたいんだけど、ソリンさんがいけそう。信長さんね。ソリンさんか、まあね、政治できる人なんでね、連れてきてもらいましょう。であとはちょっと内政やっときましょうか。これも変な位置にね、牧場とあれ道場があるんだよね。あ、いいとこに公家館ができた。対角線上に。で、道場3つの、よいしょ。あ、でもここね、ここ古株御所のあれになっちゃうのか。あ、まあいいか。ここまでだね。はい、では岩槻城で今度はスカウト。道場は間違いなくね、建てないといけないので、2つで25日か、いけるね。で、公家館1個潰して、上側に牧場3つ。そう。
ちゃいましょうか。順番通りじゃないけどね。戦闘の途中なのにね。まあこれぐらいにしときましょうか。あとはちょっと吸収勢をスカウトできるかですね。よいしょ。ダメ。ここさえ入っちゃえば次そのまま攻めれますからね。
兵と生産だけやってもう、うん、行っちゃいましょう。20分超えちゃったんでね。よいしょ。まあこんなもんかな。さあ行きましょうか。ん？5人？ああ微妙やな。まあやっとこうか。お、武勇に優れた。ああいいじゃないですか。小早川家臣か。狙い撃て。力を合わせよ。この程度。敵の城を制圧。さあ抑えちゃいましたね。早かったね。うん。じゃあね、ちょっと入り損ねたメンバー帰らせましょう。あーどうだろう。三条に入ってもらって輸送しましょうか。お任せを。承知いたした。残念ながらここでは捉えてないっぽいね。うん。ではね、ちょっと後の段取りはまたカット的なことをさせてもらってここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。